腹が空いたらいつでも帰ってくるんだよ。ノラスペシャルでもてなすからね。ありがとう。噂は聞いたよ、ノエルってやつ結構頼りになる。うん、セラと兄さん、スノーが聞いたら役かな。エブロに料理習う約束しちゃった。ゲートまで行くなら、立ち入り禁止は解除になったんで。メンツが少なすぎだっつーの。パトロールにも慣れてきたな。面倒だから封鎖しとけっつうの。
俺さえいれば警備は完璧。お疲れお疲れ。以上あれが。覚悟はいいか。ゲートをくぐれば二度と戻れないかもしれないぞ。覚悟はできてる。やっぱり夢や思い過ごしじゃない。お姉ちゃんが生きてるんだ。今まで疑ってごめんね。誰にも信じてもらえない辛さは誰より知ってるはずなのに。スノーが私を信じてくれたように、私はノエルを信じる。決めたの。だから一緒に来て。挨拶いいのか。十分だよ。みんなの気持ちは分かったから。お姉ちゃんのナイフをしっかり研いでもらったし。新しい知恵に付け替えてくれたしね。猫のスノーはご機嫌だったよ。ブラシをかけてもらったんだね。白状したら？ほら、あんたもセラさん、絶対そのペンダント持っていくと思ったっす。旅の途中で壊れたら大変だと思って。本当にライトニングが生きてるならよ、ナイフの手入れもしてねえのかって怒られそうじゃねえか。もしセラさんが旅に出るなら、その分俺が世話しなきゃって。ありがとう。私行くね。未来とか時間の歪みとかまだよくわからない。だけど私はお姉ちゃんに会いたい。可能性があるなら信じたいの。必ず無事に帰ってくるんだ。じゃなきゃ行かせない。約束する。信じ続ければ奇跡は起こる。歩き出さなきゃ未来は変わらない。任せていいんだろうな。どうかな。自力でゲートを越えるのは初めてだし、こればっかりはやってみないと。おい、それじゃセラは俺が守る。傷つけたり死なせたり絶対にしない。だ、信じてくれたセラのためにな。出発なんだね。ああ、ここから未来が始まる。行ってきます。
セラ、お前は旅立ってくれた。確かなことに何一つない未来を信じてくれた。私もここで戦い続けよう。時の果てで必ず会えると信じて。セラ、ヒストリアクロス、時代と時代が交差する道だよ。じゃあナエルはここを通って未来からやってきたんだ。正解、時を飛び越えてきたってわけ。セラにもできるよ。